さ、でっかい虫が飛んでてね、ハエみたいな、今この洗面所にもう入らなくなっちゃったの。これをどうしたらいいかっていうじ、あ、じいじゃない、じいじゃない、なんかハエみたいな、ハエ？ハエ、ハエみたいなやつ、こんぐらいのやつ、どうしたらいい？どうしたらいいの？こういう時って。おいしい、そこまででっかい虫が出たことないのよ。でもまあこん、でっかいって言ってもこんぐらいなのよ。でもでかいのよ。どうしよう、どうしよう、どうしたらいい、これどうしたらいい。おいしい、うがいできないんだが、ちょっと待って、お家のいろんな部分が映っちゃうからちょっと一瞬こうするね。これどうしよう。電気どうしたらいい。どっから出てきたの、この虫は。どっから入ってきたの。どうしたらいい。殺虫剤、もう手拭いてたからタオルも持ってきて思った。なんかもしさ、 G がさ出た時用のなんか買ってたよね。いやでもこれあれだ、 G のやつだわ。え？ G じゃないけど、どうしたらいい？早くうがいしたいんだけど。本当うがいだけ本当したいんだけど。これ G のやつだよ、だって私持ってるの。これでもいけるの？でもこれゴキブリが動かなくなるスプレーって書いてるよ。これ動かなくなるだけ？もう2年前ぐらいに買ったやつな気するからちょっと分かんないんだけど、これいける？え、ちょ、どうしよう。ちょっと待って。ちょっとこれ一回じゃあさ、ちょっとポッケに入れてもね、映っちゃうからいろいろ。なんか、あ、ほら、何あれ。天井で動いてる。ね、どうしよう。いや、ちょっと待って。ちょっと一旦待って。ちょっと待って。一瞬ちょっと待ってよ。違う。今この向きだね、携帯。はい、ね、一旦キッチンに置くわ。どうしよう、天井にいる。天井にハエがいる。これまで全部使うの？この部分を折り取る。待って、できないかもしれない。おいしそうな。
うがいもできひんし、お風呂も入れへんよ、今日。今日通してきたから。寝ど、あ、ちょっと待って、無理かもしれないもんにしまって。冗談とかじゃなくて無理かもしれない。どうしよう。まず探しなって。え、でもさ、探す。そこの扉をさ、開けてさ。あれ、大西ってこんな虫苦手やったっけ？待って、無理。待って。待って、どこ？マジで。え、おらへん、おらへん。ね、おらへんって。絶対に飛ぶやん。あ、飛んだ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 。え、ちょっと待って。ちょ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 、行った行こう。窓までが遠いのよ。この。びっしゃびっしゃにして投げる。え、こんなんシューしてもだってさ、動くやん。シューってやってたらいずれお亡くなりになる。でもそんなんしたらさ、お主のもうバスタオルとか全てにさ、これが染み込むってわけでしょ。それはちょっと嫌だわ。どうしよう。どうしたらいい。無理。またね、また見失っちゃったよ。掃除機で吸うの？それ吸った後どうすんのよ。よし、ちょっと嫌よ、それ出すの。待って、人生の虫、これ初体験かもしれない。今こんな虫と戦うの。今までだってママがいたもん。
え、これ一人になったらさ、ほんまにどうしていいかわからんくなんねんの、こんなに。どうしたらいい？ここにいるの？うわぁ、おらんやん。マジでおらんくなってんけど、え、マジでおらんよ。今いろんなとこちょっとシュッてして、なんか行った、だいぶ入って探したけどおらへんって。どっか行ってもうたん、いっちゃん嫌なやつやん。いっちゃん嫌なやつやで、ね、これねえ。天井はあって、天井おらへん。今床もね、洗濯機の横を探したけどおらんかったよ。マジ？ね、マジでおらへんで。今お風呂場も探した、洗濯物のところをペッてした、なんか 小物いっぱい置いてるところにもシュッてしたし、あれもういない、幻しちゃったんかな、もしかして。夢やった、虫の勘違い。そっか、だってあんなで、なん、あんな虫どっから入ってくるのって話やな。ほら、もうこれだけで15分経ってもうた。お願いしましょうって。うん。
一瞬留学してくるからちょっと待ってて。ね、待って、違う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 、いる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 よ、え、寝てた、え、どうしたの、何してるの、そこで落ちるよ、そんなとこいたら。うがいしようと思ってさ、お水入れててさ、じゃーってほんだらさ、流し台のさ、水入っていくとこあるじゃん、それのギリギリのところでね、上向いてる、でもちょっと動いてる、どうしよう、虫がペッてしたら流れてっちゃうよ、あの子、どうしよう、紙コップ、頭いいね、紙コップ頭いいじゃん、待って待って、紙コップ、外にポイってしたらいけんじゃない？無理かな？待って、めっちゃそれで飛ばれたらさ、おいしそう、無理やけどさ、動かないよね、あなた、動かれたらちょっと困るよ、こっちも、いいの？
動いてらっしゃったわ。よかった。外出してきた。すごい、これすごいね。全然直接とか振ってないのに。よかった。ありがとう、みんな付き合ってくれて。みんながいなかったらどうしようかと。なんかいっぱい振っちゃったから洗っとこう。ああよかった。できたって、まあ、まだ今から。ああね、換気ね、換気するわ。ちょっとハエでこれなら G とかどうなるんだろうってね。なんかどうしたらいいんやろうね。本当に G が出た時って本当にどうしたらいいんだろうね。もう無理よね、入れへんよね、家に。そもそもでも逃げることもできなさそうじゃん。これだけしてくるわ。あ、疲れた。はあ、あ、疲れた。ぐらつきよ。はあ、よいしょ。はあ、えらいこっちゃ、ほんま疲れたわ。ついたって、うん、落ち着いた、ありがとう。ちょっと疲れたね。どっから入ってきたのだろうかって。いやほんまよ、マジでどっから入ってきたんやろ。やめてよ、もうほんまに。こんなんでマジで大西 G とか出たらほんまにどうしたらいいか分からへんやん。だって外にはいっぱいいるんだもん。絶対家の中にもそろそろ入ってくるよね。換気扇って。
G 対策何かしてるのってしてない。やばい、何もしてないお店やばいよね絶対。でも2年弱まだ何もない。 G は排水口からやってくれて、排水口って何排水口？エアコンのホースからもくれて、エアコンのホースって何？エアコンのホースって何？エアコンから飛んでくるってこと？だってエアコンのホースから入ってきてさ、あれでしょ、外にあるやつでしょ、室外機って。エアコン、外からこう入ってくるでしょ、それがどこに繋がってるの？エアコンから出てくるの？待って、エアコンから出てくるってこと？エアコンと、ちょ、キロキロキロ、無理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 、そんなん聞いたらもう今年の夏エアコンつけられへん。あんなとこから飛んでこられたらもう終わりやん。どうしたらいいの？無理よ、めっちゃ怖くなったやん、どうしよう。無理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 。どうしたらいい？ちょっとさ、今後でインスタの DM にちょっと送ってみて。そっか、エアコンから入ってくることもあんのか。そんなの、エアコンのさ風に乗ってピューンって勢いよく怒られたらもし今直撃やで、この辺にピトッとかついたらもう、どうしていいか分からへん、飛び室外機に網をかけるのね。 OK、疲れた。排水口、排水口ってこと？何それ、排水口って、だって排水口。お風呂場の排水口から入ってくんの？えぐない？無理なんやけど、そんなって言ってる？そんなさ、今までさこのことを知らんかったからやけどさ、そんな恐怖を知らずにさ、のうのうとさ、お家は24年間も生きてきたの？すごない？
て。10分になったら終わるわこんなはずじゃなかったのにな。ちょっとゆっくりしながらお風呂入って、風呂上がりにゆっくり配信しようと思ってたのにああ会話するよね。今日はジップ&キャンディーの最終稽古でした。ラスト通してきました。喉おかしくなったわ。そうで、早めに終わったからさそう、帰りにいろいろちょっとフラフラ一人で歩いてたんですけどほんまに喉おかしくなったそう、そう、だっけ今っていう文字は頭は真っ白なんやけど、何やったっけ今、何話してた文字。あ、そう、あ、そうそうそう、あのね、そう、最終稽古で早めに終わったから外歩いててさ、んでほんまなんか全然なんだろう、一蘭食べに行きたかったのよ、めっちゃ。そう、おにしそうで、一蘭食べたくて、で適当に降りた駅で探して一蘭食べて、すごい幸せと思いながら一蘭、今日は 1.5 杯食べた。そう、最近またちょっと自分の中で一蘭ブームが来てる。そう、あの美味しい組み合わせをちょっと自分の中で見っけてね、そう、美味しいっていうか自分が美味しいって思う組み合わせを見っけて、そうで、じゃあもう食べて、はい、幸せってなって、でその後ブラブラ歩いてて、でなんか雑貨屋さんって言ったらいいのかな、雑貨屋さん入ったのよ。でさ、
うん、私なんか歌ってたのね、なんか小声でうんふんふんみたいな。だからさ、一人の女の子がさ、じってなんか見てるような気がしてさ、あ、やばみたいな、もし絶対変なやつやと思われたと思ってあ、やばと思って、で、違う売り場見て、違う売り場見てってして、でもなんかやたらとその子と目合うような気して、あれみたいな、また恥ずかしいと思ってで、そのお店出たので、隣にあるお店行って化粧品見てたのね、お店。そう、一個買ったの。なんかさ、黄色い系のアイシャドウが欲しくてね、なんかこの間ガルアワの時に黄色いアイシャドウ使っててさ、可愛いなと思ってさ、でもそのお店である中のなんか黄色いやつやったからあれやねんけどさ、がっつり黄色ってなったらなんか単色のやつしかなくて、まだそこまで一色だけ買うっていう勇気なかったから、なんかね、こんなちょっとちっちゃめのやつ買ったのよ。で、これをさ、どっちが黄色いかなみたいな、そう、見比べてる時にもう一回その女の子が通りかかってさ、あ、さっきの子やと思って、だからどんどんこう突き張って、え、何やろって思って、そう、イケビも西野のかちゃんですかって言ってくれて、そう、え、みたいな、おし、こことここしか出してなかったんでそう、帽子も深くまでかぶってたし、あのいつも黒マスクしてたから黒マスクもしてて、ここしか出してなかったのに、ももかちゃんですかって声かけてもらって、えみたいな、そう、でそっからちょっとおしゃべりしてんけどさ、そう、いろいろ話してくれて、 AKB 好きなんですって、そう、今も大西桃花ちゃんかな、本当に大西桃花ちゃんかなと思って調べててみたいなそんで、そうそう、携帯見たら大西の顔写真いっぱいあって、そう、画面にあ、ほんまに調べてくれててんな、待ち受けも AKB なんですって言って、あ、そうなんって、え、どんな見せてって言ったら、アイルやったあ、アイルかってそう、もうあんまね、みんな卒業しちゃったよねって言って、めっちゃあった、残り 20% だってよ残り 20% そう、じゃ、おじじゃなかったそう、そう、でもそう、すっごい手震えてて、そう、勇気出して話しかけに来てくれたんやなと思って、嬉しいね、そう、アイルやったわそう、そう、そう、アイルかーいって言いたかったけど、あ、アイルなんやっていうそう、いや、 AKB を知ってくださってるって、ね、好きって言ってくださってるだけでも奇跡だから、いや、嬉しいよ、そう、お西さんは声かけられるの嫌じゃないって、全然嫌じゃない、嬉しい。でもそれこそね、コロナになってからさ、そういう機会もめちゃめちゃ減ったからさ、なんかマスクしてない時やと、なんかちょこちょこあったのよ、声かけていただくことって、東京にいてたら。でもコロナになってからね、
私帽子もかぶってるしマスクもこんなのほんまにここしか出てないからさ、ね、声かけられること全然なくなっててんけどね、嬉しいね。シャドウ塗ってみよう。次行った時は単色の黄色買ってみよう。なんかこのね真ん中の黄色っぽいのがね黄色かなと思って、見えな、ちょっと鏡ないわ。意味ないわこれ、残念。ちゃんとファンデーションとかしっかりした時にやりたいけど、ちょっと一旦使ってみたい。ちょっと黄色？ちょっと黄色やな。そういろんな色あるから、ね、またちょっとしっかりした時に通過を楽しみ。夏にいいねってね、夏に良いかもしれない。ふん、あ、ママだ。今で虫と格闘してたんだよ。娘さん頑張ったよって、そう、娘頑張ってたんだ今ずっと。虫と格闘してて。虫だけで20分使ってたもんね、ショールームの時間。頑張った。いやーマジで。あ、13分だよって、あ、もし10分に終わるって言ってたね。終わろう。見てこれ、ででーん、こっちも怪我してんのに、こっちもまた新しく怪我しちゃった。増えた傷が。けいこれって、ううん、油跳ねてきた。油に攻撃された。マジで喉おかしくなった。なあ、油ビーンってなってきて、冷やしたけどこう赤くなっちゃった。
くやけどするねって。そうなのよ、これもやけどなのよ。痛くないって、うん、今日ここ引っかいて単純に痛かった。痕が残らないといいねって。ねえ、ほんとそう。こんな綺麗に跡つくねんな。ほらヒューンって跳ねてきましたよって感じの跡してるくない？なんかほらこっちからピューンって。おもろいね。ということでですね、まあ虫ともお別れしたので終わるわ。あ、難儀やったな今日は。本当に帰ってからありがとう。本当にみんながいなきゃ大西は戦えてなかったよ。ありがとう。よし、じゃあランキングの方は1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位ハギハギアットマーク、ももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がリエボアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が、KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が順平さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が、ユマアットマークバタフライさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がプロスペクトさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がカッキーアットマーク大西軍アットマーク、第6歳半3時、明日13時までカッコを6月分完売おめさん、ありがとうございます。イエイ。そして、11位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がコーヒレンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がケイジさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということで、お話し会のあれをちょっと見た。そう、いっぱい売り切れてた。嬉しい、ありがとうございます。本当にそう、なんか申し込み表みたいな、大西ももかってやって見たら上らへん全部売り切れてた。本当にありがとうございますね。たくさんお話ができるっていうことだ。ありがとうございます。またね、今第6再販、すごい再販してるんですが、そう、次7月分はねまだあったんですよ。1月8月9月分、そう、まあ全然あったので、そう、6月売り切れちゃったなピエンって方もぜひぜひよかったらよろしくお願いいたします。ぜひ。ということでですね、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、じゃあね、ありがとうございました。本当にありがとう。バイバーイ。ありがとうございました。